それでは毎年恒例カラステングによる新聞大会において最優秀賞を獲得いたしました社名丸あやさんよりご挨拶がございます。どうも、ただいまご紹介に預かりました社名丸。どうも、喋ってもいいですか？社名丸。ご紹介に預かりました社名丸あやでございます。さて、私めがこの度の賞を授かるにあたり、社名丸。まずは取材に協力していただいた幻想郷の幻想郷。はい。幻想郷の方々にこの場を借りて深く感謝感謝従者いざよい いたします。協力といってもむしろ私の方が勝手に取らせてもらったんですけどね。あやちゃん、あのね、今日は取材じゃないんですから答えてくれなくても結構ですから。はい。署名丸。そんなわけで数々の紆余曲折を経て無事発行と相なったぶんぶん丸新聞、特に印象に残っておりますのが、高魔館の、ヌヌリア、ポチレルコだか、メイド長である、いざよい昨夜さんの密着取材をさせていただいているときに、まず向かったのが、白玉楼じゃないですよ。もっと森の方の、永遠で、急さめて、デイ、デイ、降臨道。あの時、私も取材に使っているペンを、店主の、信よ、かぐよ、ニート、森近凛之助さんに、見繕っていただきまして、その後に続けて、弾幕、クライモム、カスリ、カスリ店、カスリ店、買い出し、グレイズ、買い出しに向かったんですよ。私も気分が良くてですね、メイド長ともう一人、その時ちょうど、降臨堂に訪れていた、ユア君。ユア君は、私はこの間歌ったな。スッパ天候だ。サガット、タイガー、アパカ。リグルは、まあ、ほっといていいかな。白岩さん。白岩さんってどこの白岩さんだ、この野郎。スッパ天候だ。焼き鳥とか言うな、かわいそうだろ、お前は。聞くのもん。バカ野郎。ゆうか。マリサ。おお、マリサ、マリサ近いよ、近い。マリサ近いよ。うん。スッパ。セツリ。スッパ天候だ。天候違うよ。チェン。うん、チェン関係ないな。あにゃーってそれは誰かさんだな。どこの誰だ、お前は。稲葉のライドツー。松本ライドツー。松本、ウルトラソウって言わすんじゃないよ、そういうこと。小町。邪魔だ。スケベディブディを一つ。うるさいよ、さっきからシャン。スケベディブディ。ギャラン、どこのアルターだ。どこのアルターだ。会話するな、お前ら。その痛みに反逆だ。反逆してろよ。10ドル?10ドルじゃないよ。コーヒー代って何？コーヒー代？会話すんな、お前ら。いいか、よく聞け、蓬莱人形。俺は蓬莱人形ではない。マールボインってボインなんだ。見るボイン、ボインから離れろ。スケベ DVD はやっぱり。スケベ DVD うるさいぞ、さっきから。デリバルコレラー！デリバルコレラーってなんだ、もう。メソウサ。メソウサは関係ないな。超必殺技天獣。いい加減黙れよ、お前ら。真空傘でごまー。傘でごまーじゃないよ。もう、バカだな、お前ら。幻想郷だよ。石鹸や。頭を使えよ、この野郎。石鹸や。おい。ん？もうないんか？うん。神社。おお、神社、どこの神社？白霊！おーし、白霊！そう、白霊！よし、じゃあ、まとめて言うと、せーの！白霊！はい！神社の！はい！貧乏巫女！はい、正解！シャメイマル！クイズじゃないよ！クイズじゃないんですよ！シャメイマル。スピーチなんですよ！パパロッチ！いちいち合いの手入れられるとね、調子狂っちゃうんですよ！女の子の出てるスケベ DVD を一ついただければね、僕のもうやめて、スケベ DVD、ドスケベ DVD あの、このスケベ DVD つまみ出せ、この野郎！ブー！あ、スケベ DVD！ ブー！野郎、バカにしてんのか？取材とは、命をかけた弾幕である。社名丸。もう、うるさい！うるさいよ！うまいこと言えと。社名丸は向こうでテニスをしています。このような光栄な賞をいただいたわけですが、まだまだ未熟者の私です。未熟者の目が。天狗の身でございますが、くれぐれも天狗にならないよう、これからもどうか末永く、ご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。社名丸。かの有名な、武道の達人で、天狗の面をつけた、ミスター空手。はい、正解！社名丸！社名丸。はい、終了。おつれい。いやー、今のいいの取れたね、絶対。いやー、まさかあそこでベニマルコレダが出てくるとは俺は思わなかったよ、ね、奇跡だな。奇跡だね。あれは奇跡よ。あやちゃん、ちょっとお茶。